今日はね、東京の方は雨が降ってるんですよ。そう、寒い。しかも久しぶりにこの長袖もこもこを着たもう最近絶対さ、このさ半袖みたいなだったけど、なんか寒くて家の中、今日20度ぐらいらしいんで肌寒くて、久々に着た。着たら暑いかなと思ったけど全然暑くない。寒いね。雨だし寒いし、体には今日はほんとみんな気をつけましょう。アシカユイ、爆弾仕掛けるぞ、イエイ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 、ヘイヘイヘイ。今日はね本当に寒い私この前水曜日めちゃめちゃお買い物して、お洋服とかも買って、今日リハあるから買ったお洋服、結構やっぱ半袖いっぱい買ったから新しいお洋服着るんだってルンルンでいたのに、昨日天気予報で明日は雨で寒いですっていうのを見て辛いって買ったばかりの服いっぱい着たかったのに雨かーいみたいな。雨だけならいい、よくもないけどいいけど、寒いんかーいと思って、ピエンナ私がいます。雨だとさ、あのズボン、長ズボン、ダルダルの長ズボンを買ったから履いてるんですけど、最近足元が濡れるからもう苦手だわ雨梅雨ですからしょうがないんですけどね はい、クイーンズ今日リハーサルで日曜日にライブがあるんですけど、配信ライブと、なんとついに限定人数ではありますが観客ありライブが日曜日にありますので出演するんですけど、また今週末のライブでも、今週末日曜日のライブでも新しく一曲披露する予定でございます。イエーイ。また新生になってから一曲、新しい曲を披露する予定ですので、ぜひぜひ皆さん見ていただきたい。ライブの方よろしくお願いしますにゃ。今猛練習中、猛練習して頑張って披露できるために頑張るぞって言ってみんなで練習してきたので、多分日曜日に出せると思いますのでお楽しみに。にゃイエーイ。もうね、私今年で20歳なんですけど、来年が成人式なんでございまして、なんでございましてやっぱ来年成人式だから、成人式は実家の岡山県に帰ろうって思ってて、私中学までが岡山なので、やっぱりさ、こう成人式って中学校の時の友達とかと集まるじゃないですか、なんかそんなイメージ。高校っていうより中学の友達と同窓会とかするイメージだから、成人式って中学まで地元だったから絶対成人式実家帰るぞと思って、もうねお父さんにお願い、お父さんも振袖をちょっと振袖代を出してくれるって言ってくれたので、ルンルンです。いろいろ考えなきゃ。岡山で出るから、岡山県にも、東京でも着物見たいから、東京と岡山どっちにも店舗がある着物屋さん探したり、友達に連絡して成人式の案内来たら教えてねって言ったり、いろいろやらなきゃ。楽しみ。中学の友達、東京来てからは東京に遊びに来てくれたのは一人だし、実家帰った時もやっぱ結局一人にしか会わなかったから、
クラスメートとかに会うの本当にえぐい久しぶり、5年ぶりとか。早く成人式したいもう楽しみ。東京出てきた時からもう成人式は絶対芸能人面して地元帰るって決めてたから、映画に出ることができたよっていう報告を手に1月帰る。きなみこ、こんにちは。やっほー。のりぴー、こんにちは。ありがとうございます。ふるさで買う、多分レンタル買いはしないと思うけど、レンタルでちょっと探す。いいじゃん、なんでも似合うから何色、結構やっぱ女の子は赤とかが多いけど、なんかさ普通になんか王道の赤でこういうまとめ髪のめちゃめちゃ王道な振袖姿もしたいけど、ツインテールのさ、サブカルなさ、伝わるかな、なんかよくアイドルっていう感じの振り袖もしたいの。どっちにしようみたいな、こう今時のフリルとかリボンの帯とかでアイドルっていう感じにもしたいし、でもなんかやっぱ王道の和服で姿でもいいし、悩んでる。なんかさ、振り袖姿見たい、うん、着たい、うん、本当に私胴短いからさ、着物が実は似合わない。ん？似合う、顔には似合うんだけど体型がね似合わないんだよね。胴身近人間だから、足長いから。ナリピー、その二人しか友達いないわけでは、そんなことないっつってんじゃん。きらめか赤ね、やっぱ赤王道だけど似合うよね私自分で言いますけど、結構私服赤多いし、赤ピンクも可愛いけど、なんかでも私薄ピンクってそんなに似合わないかもしれない。私似合わなくないと思うけど、あんまり持ってないかも。パステル薄ピンクとかパステルによらないと、浴衣もピンクの浴衣って持ってないから、白地にピンクとかはあるけど、だから悩む。トリッキーな色は多分しないと思う。トリッキー、結構個性的なさ、黄色とか黄色緑青は多分私は似合うけど似合わないので、多分赤ピンク暖色になるのかな。ナイビー、そうピンク担当だけど赤、ピンクも可愛いのがあればかな。ゆうえくん、やっほー。中さん、悩むのも楽しみの一つね。そうよね、こんな成人式楽しみな人、成人式楽しみな人はいっぱいいるけど、世の中に、なんか楽しみ、実家帰りたい。そう、中学時代そんなめちゃめちゃ友達がいたってわけではないけどもやっぱ小学校から持ち上がりだったから、うちの中学はいろんな小学校がこう大きい中学校にこうギュってなってるから、同じ小学校だった子たちに会いたいかな。中学の友達っていうよりは小学校の友達に会いたいかもしれない。6年一緒だった、うちの小学校はほんとちっちゃい学校だったから、いろんな学校がうんってなってる4校ぐらいがギュってなる中の一番人数が少ない学校、2クラスで50人とかの学校だったから、マジ小学校はねクラス関係なく学年全員仲良ちって感じだったから
会いたい。もう連絡も取れないからもう行くしかないんだこう中学の友、小学校からの友達連絡してないけど LINE してるとかじゃなくて、マジ連絡先を知らないから、もうガラケーだった時に教えてもらった電話番号もまだ使えてるかもわかんない、それしかわかんないから、おあたいが言ってヤッホーってゆりちゃんだよってやるんだ。久しぶりだ。ゆりくん、お昼から画面が尊い、ありがとう。うん、トリッキー個性、うん、個性的な色にはしないかもね。えカタログとか集めなきゃ。やっぱりでも岡山で着るから、その振袖の話しに一回実家にお父さんに会いに帰ろうって、いつかね、近いうちにこっちで資料とか集めて帰ろうって一回思ってるんだけど、岡山にも東京にも店舗があるやつがいいよね。うん、こっちでも見たいし、しょっちゅう帰れないからこっちでも見たいし、あっちで着せてもらいたいから、めっちゃ今調べてる住民票東京にあっても、なんだろう、地元のに出れるのかとかも調べたら、結構案外簡単に出れるみたいで、なんか出たいですみたいな感じで連絡したら出れますよみたいな書いてあって、あ、ええんやと。結構みんな地元の中学の地元の成人式に出たいんですけどどうすればいいですかみたいな質問も、式典の会場に入らなければ別に行っても行くだけとか全然何でもいいし、なんか不安だったら連絡してみみたいな、倉敷市民だから倉敷市に電話したらいいよって書いてあって、結構簡単に出れそうなので楽しみ。直接やっぱ見て決めたいっていうのはあるね。いや、俺の小学校は1クラス17人でそれが普通だと思ってたから、中学で突然クラス増えてビビった。うーんなんかでも私はね、小学校ど、なんかどっちも同じぐらいの距離にね学校があって、私が行った小学校は2クラスで50人、1学年50人だけど、もう1クラスの方は1クラス5人ぐらいですって言われて、それはちょっと寂しいですって言って、それよりこっちの50人の学校に行ったから、だから1クラス5人から学年50人、だから1クラス20、30人ぐらいのところに行っただけでも、私はなんかちょっと遠いけど友達ができる学校に行ったぞって感覚あったのに、中学はうち10クラスあったのでバーって40人10クラス、40人弱か、10クラスで300人ぐらいの学校にいたので、もう学年でうちの小学校の全校生徒賄えちゃうと思って、全校生徒300人ぐらいの小学校だったから、で中学入った1学年で300人でしょ、えみたいな、 全校生徒よりワンチ多いみたいな、それは確かにびっくりした。きらみこ成人式とか行かないと確かに小学校の友達会わない。しかも私やっぱ東京に引っ越してきてるからなおさらね、地元にいたらさ、やっぱ小学校中学ってさ学区だからさ、近所で会ったりとかさ、実家なんて遊ぶとこも限られてるからさ会ったりするかもしんないけどさ、東京に出てきちゃってるから本当に会う機会ないんよね。そう、なるぴー、自分は小学校1学年23人、中学は1学年73人。でもさ、東京ってさ、私も一瞬だけさ東京の中学通ってたけどさ、東京ってさめちゃめちゃ中学あるってさ、ほぼみんななんかもう統合されますとかじゃなくて、そのまま中学へって転々としてるって聞いた。私の住んでる地域、私が東京来て一瞬だけ通った中学もなんか
もうみんなどうせ小学校から一緒だから、あたどっかから入ってきた転入生ぐらいしかいないから、これやつらは9年の付き合いなわけよ。小学校6年間中学3年間もう中3の後半に引っ越して行ってみ、わたわたしちゃうあみたいな結果行かなかったっていうね。仲間外れにされたとかじゃないんだけど、ちょっと疎外感がすごくてこっちの中学には行ってません。イエーイ。中学の卒業式以来かな、でもその中学の友達に会うの。うん、そのいっちゃん仲いい子、転校先に言ってた2人ぐらいには東京来てくれたり実家帰った時に会ったけど、中学小学校のクラスメートとか地元の人間に会うのは中3の卒業式以来、2016年の3月以来だから、もう本当に 4,5 年ぶりに、なんちゅうのみんなに会う。で、転校する時もすごいせわしなく東京に、何だろう、夏休みの登校日に行って、橘さん今日で転校です、みんなってバイバーイみたいなみんな誰にも、いっちゃん仲いい子にしか言ってなかったから、みんな何言ってんのみたいな本当にって。しかも先生がなんか全部、橘さんはアイドルになるので東京に行きます、みんな応援してあげようみたいに言うから、みんな何言ってんの先生っていう感じで転校してきて、で卒業式3月に急に帰ったから、帰ったとか学校も何久しぶりって言ったから、もうみんなの中で多分私すごい存在が薄いかめちゃくちゃ意味がわからない存在だと思う。なんか急に出てって帰ってきたぞみたいな。でもアイドルらしいぜっていうのはみんな知ってたから、アイドルってこう東京にのアイドルですっていう感じで帰る決めてるの。東京に出てアイドルやってますっていう感じで帰るのヌリピー、東京近辺出てきた人多いでしょうから地元の成人式で会えるするとこ多いでしょうね。でしょうね。きらみこ、俺も小学校東京、中学から神奈川だから。確かに、でもそのさ、中学から神奈川だとさ迷うくないでさ、小学校6年、中学じゃん、成人式でさ出会う人って大体ま中学じゃん。悩むね。小中と違うと結構どうしようってなりますね。で中学からさだったらさ、まあ、そっからの思い出は意外とあるわけじゃん。中高と中高の6年間を取るか小学校の6年間を取るか悩むね。私は本当小中岡山で、中学後半一瞬こっちだったから断然地元って感じだけど、その小中で違うとどうしようってなるね。英英くん、そう、包み隠さない先生、包み隠されなかった、もうなんか5人組ですみたいなまで言われ聞きました先生に転校するとき、なんか進路希望、やっぱ中3とか中2、オーディション受けたのが中2の終わり、中2の冬ぐらいだったんだけど、で3月ぐらいにこう東京とか大阪ちょこちょこ行って、オーディションの集団面接とかいろいろやってて、中3入ってくると高校の進路希望を聞かれた時に、橘さんはって聞かれたも、もうなんか一生もう私は東京に行きますね受かってもないんだよ、受かってもないんだけど、もうなんか今オーディションを受けていまして東京に行くので、ちょっと進路待ってって言ってたの。進路待っててくださいみたいな、家庭訪問とか来てくれた時にもう全部相談というかして、でも結構せつかれて、いや本当どうすんのみたいな、進路どうすんのみたいな、他の子はさ高校決めてさ頑張らなきゃっていう中3の春ぐらいに、進路どうすんのってなって事務所に電話して、
あの私中3で進路希望を出さないといけないので、オーディションの結果が早めにいただきたいんですけどって言って電話して、そしたら事務所の方もいい方で、ちょっとなんだろう、数日中にお送りしますって言ってオーディション合格することができて、で先生に言って、でもう8月の登校日、夏休み中の登校日に、もう引っ越したのは7月ぐらい、夏休み入ってすぐ東京来て、でも登校日が最後だって言って岡山帰ってバイバイみたいなして、友達あぜみたいな、11月10月ぐらいに小学校の頃からの友達とかから、えなんか東京行ったって本当みたいな LINE 来た。そう、なんかめっちゃ先生がめっちゃ応援してくれてて、どういうアイドルなんですかみたいな、どんなアイドルでどうなのみたいな聞いてくるから、もうなんかキュインズに入るかもしれないみたいなことは聞いてたから、多分5人組ぐらいのアイドルになると思います、頑張りますって言ったら、クラスメイト全員に宣言されちゃって、あこれはやるしかねえなってなった。ケツ叩かれた。きらみこ、そうだから小学校の思い出薄い、ま薄くなるよね。中高の思い出できちゃったらやっぱそっちの方がなんだろう、遊びの範囲広いしね。小学校よりさ中高の方がさいろんな遊びの範囲広いから、思い出はどっちになっちゃうか分かんないよね。きらみこ、そしてとりあえずとりあえず映画の DVD 持ってね、あの顔を見るな。ホラー映画に3年前ぐらいに出させてもらった時のやつは、東京に友達来た時にうちで一緒に見て、とりあえず 10LDK で結構な役やってますよっていうのをお知らせしなきゃ友達に。きらみこ先生に会いたい、会いたい、超会いたい。ベジータって言うんだけど、あだ名がベジータとかリヴァイ兵長って呼ばれてたの。背低いんだけど、なんかうんってなっててすごい胸張って威風堂々として、剣道部の先生だったんだけど、剣道部で数学で、もうベジータの数学がめっちゃ好きで、で先生によってこう教科のモチベが変わる人だったから、うちの学校やっぱクラスが多いから、社会の先生2人、数学の先生2人とか2人ずつぐらいいる中で、なんかやっぱあったのよ。社会も中1の時の社会の先生は私ちょっと苦手で、授業の携帯がなんかプロジェクターで映しながら、なんかプリント配られて、はい穴埋めして写してみたいな、全然覚えれなくて、成績中1の社会2点とか、やる気なくて20点とかでやばいと思ってて、理科もか、理科はでも私多分総じて無理なんだけど、理科置いといて、でも中2で社会の担当になった先生が結構他の友達から嫌われてる先生で、厳しいし、授業もなんか今日何日だから何番とかじゃなくて、もうすごいランダムに当てたり、こう斜めに当ててきたりするから、めっちゃみんな嫌ってたけど、授業は面白くて、中2の社会の成績は良くて、中1悪くて、でベジータの数学私中1中に受けてなくて、中3になってやっとベジータで、あ担任だし初めてベジータの数学受けるわと思ったら、めちゃめちゃ面白くて、中1の数学は結構女の先生面白くてよかったけど、中2の数学は学年主任のおじいちゃんで、めっちゃ意味わかんないし、めっちゃすぐキレてくるし、おいこらーなんでできないんだ、っていうぐらいキレてくるからめっちゃ嫌いだけど、ベジータの数学大好きだったし、ベジータのクラスって体育祭がすごい良くて、勝ったらアイスみたいなモチベがあって、私ベジータのクラスで体育祭出れなかったんだけど、めっちゃ多分私一番好きで、3年間の担任の中でベジータって呼ぶとめっちゃ怒るんだけど、ベジータに会いたい、ベジータ
リヴァイ兵長とかベジータ系ちっちゃいけど強い。口が悪いわけじゃないんだよ。あとなんか子供を溺愛してて可愛い。たまになんか子供とカブトムシ買いに行った話してくれたのね。私はすごい覚えてる。なんだろう、なんでベジータ好きなんだろう。ノリピー、自分は夏休みの登校日に転校先に行くって謎じゃない？9月1日に行かなかったの？そう、ベジータパワーワードだよね。ベジータの数学、ベジータの数学ってなんだよ。ベジータなんだっけ、桑村先生かな確か名前が。みんななんかベジータベジータって呼んでたから、私もベジータって呼んでた。本人には呼べないけどね、本人には先生って言うけど、裏でベジータベジータ呼んでね。中3のそのベジータのクラス、ほんと半年しか、半年もいない、 4、5ヶ月、4ヶ月ぐらいだけだったけど、修学旅行とかもあったからかな、すごい楽しかったなーって。修学旅行は長崎とか九州の方に行ったんだけど、楽しかったな。ベジータ結構厳しいけど自由度高いから、よくあるじゃん、なんかめっちゃ学年の生徒指導でめちゃめちゃ怖いけどヤンキーと仲良しみたいな、いい先生みたいな、よくある、よくある熱血の先生。社会のみんなから嫌われてる先生は結構ヤンキーと仲良さめの、ちょい悪な先生だったの。悪いところは怒るし厳しいけど、ちょい悪で誰とでもこうちょっと不良とでも言い合いでできる先生で、ベジータはマジはもうほんと熱血って感じ、体育祭勝つぞみたいな、お前それはダメだけどいいぞみたいな、めっちゃ熱血、熱血教師。きらみこ、そう、先生によってねモチベが変わるの、だいぶ変わるの、私本当に大事、先生。ベジータが数学をしてたら問題できないと、まあベジータ本人に教わってるわけじゃないからさあだ名だからさ。ヌリピー、なんでか自分では覚えてないけど多分学校に勧められた。へえ、なんかちょっと画面暗い。